おきに椿さん、はい、特撮スーパーヒーローにおいてまず最初に一番必要なものって何ですか？変身アイテムだ。そうです、やっぱりね、ヒーローは変身してなんぼ。おきに椿さん、うん、昨今の特撮スーパーヒーローって言ったらね、唐突にアイテム渡されて見たことも触ったこともなければ説明書も読んだこともないのに、もう瞬時に使い方を理解して変身の段取りまで持っていける、アドリブ力、1言われたら15理解する、そういう柔軟な思考が求められると思うんです、うん、というわけで今回の検証動画はこちらです。実際初見のアイテムをいきなり渡されてすぐに使いこなすことって本当にできるのか、今回は大人気変身ベルト聖剣ソードライバーを使って検証を行いたいと思う。ソードライバーの操作方法は以下の通りである。1、アイテムの本を開いて音声を鳴らし閉じる。2、アイテムをベルトに刺す。3、ベルトの線を抜刀する。以上の操作方法を説明書もハウトゥー動画も見ず、なおかつノールックで行うことができるか、まさにヒーローの資質を問うシビアな検証である。ただまあ今回ただ検証しても面白くないだろうということで、僕と椿さんで勝負を行いたいと。ダメだよ。それではルールを説明しよう。椿隆之とスタッフの伊藤にはそれぞれ100ポイントずつ与えられる。そしてベルト操作をする際、操作の仕方を間違え、操作の順番を間違え、見ながら操作する、もたもたするなどの行為を行った場合10ポイントずつ減点される。つまりベルト操作を完了させ最後まで多くポイントを残していた方が勝者となる。ちなみにスタッフの伊藤が使用する赤のベルトの場合アイテムは左端に、椿隆之が使用する青のベルトの場合アイテムは真ん中に差し込まなければ減点対象となるので注意が必要である。でね、椿さん、ただ聞けや、ベルトを操作する前にお芝居パートみたいなのも撮りたいんですけど。オッケー。意外と抵抗があるかと思ったら全然やってくれるんですよ。暴れ暴れ。さあ、このままではこれを使え。ウェイウェイ、ストップストップストップ、もっと熱くやってもらっていいですか、椿さん。茶碗つってなった。じゃああなた本業俳優じゃないですか。このおプロだなってとこ見せてくださいよ。大丈夫か。ちょ、ウェイ、どこ行った、どこ行った、あった、ちょっと検証動画始まる前に終わっちゃうじゃないですか、こんな。大丈夫ですか、動きます。大丈夫か、これを使え。目線こっちでお願いします。あれ、椿さんプロなんですよね。こういう芝居1年腐るほどやってきたでしょ。いや、俺自分が使う側だったから。くそ、このままでは。これを使え。よし、これで肘の というわけで、次は椿さんの出番ですね。Yes。 これぞ経験者であるというところを見せてください。というわけで、まずは茶番パートからお願いします。よくもよくもやったな、おもれ。操作にもぶられた、ピンチだ。うわ、くそ。椿さん、これを使ってください。待っていたぞ、ベルト君。ピンチはチャンス。そう、ピンチはチャンス。はい。バット。はい。というわけで結果が出ました。バット。では、接戦に次ぐ接戦によって。おう。うるせえ。
薄いなお前。やるよこらこら、結果は椿さんの勝利です。マジむずいっすよこれ。俺はヒーローだったからな、全然わかんない。だいたいこんなノールックでこんなちっちゃいの入れるとか、いやーすごい、やっぱり俳優さんはそんなことできちゃうんだけど、すごいですね。すごいね。というわけでまた、はい、またお会いしましょう。バトーン。大丈夫、君は一人じゃない。